にちはブティー、まえのんです。今日はですね、2017年に買ってよかったもののご紹介をしたいと思います。どうぞ。まずですね、コスメの中で一番買ってよかったものこちらです。シャネルのルージュアリュールインクの154番なんですけど、このリップはなきゃ困るリップです。めちゃくちゃリップたくさん持ってていろいろ使うんですけど、このリップは絶対にポーチに入ってないと不安になっちゃうぐらい好きなリップなので、これはめちゃくちゃおすすめで、毎日メイクとかにも登場してるし、いろんな動画にも出てるのですごいおすすめです。そしてまたコスメになっちゃうんですけど、こちらです。ファンデーションブラシです。これのおかげでベースメイクがすごい綺麗に塗れるようになったので、これも毎日メイクでも登場させてるので、よかったらチェックしてみてください。すごい薄付きになって綺麗に塗れるので、ツヤっぽい感じにもなるし、ナチュラルに塗れるので、これはすごいおすすめです。1200円とかそれぐらいでした。はい、そしてまたコスメになっちゃうんですけど、こちらです。ミシャのクッションファンデーションのモイスチャータイプの明るい方の21番のカラーなんですけど、これはもうずっとこれ使っちゃってます。最近普段遊びに行く時とか、今日もこのファンデーションを使ってるんですけど、めちゃくちゃ塗りやすいし便利だし、カバー力もあるし、ツヤ肌にもなるし、あと肌がすごい美白に見えるので、これは私にとっては必需品です。安いですね。まず1000円なので、ファンデーションなのに、これからもリピートしたいなと思ってます。はい、そして次に買ってよかったものがこちらです。 iPad Pro、 これはもう私の大好きな白猫テニスをやるために買った iPad なんですけど、あの iPad もいろんな種類があるんですけど、この iPad Pro の一番新しいタイプのものなんですけど、これはゲームとかやる人にはたまらないぐらいサクサクに動くもので、すごいなんかスピードが速いというか反応がすごい速いので、いつもこれでゲームをしてます。そして次に紹介するのがこちらです。これはアップルの純正の iPhone のモバイルバッテリーカバーなんですけど、ここに充電さすとこがあって、これ 100% に充電されてると、こっちも 100% の充電がここに入ってるので、 200% の充電がこの携帯に入ってるってことになって、ずっと常に充電されてる感じなので、常に 100% の携帯になってます。だから1日出歩く時とかもこれだけで過ごせるっていうのがすごいおすすめで、ちょっと最近赤がちょっと飽きてきちゃったので、この間黒を買ったので、そろそろ黒が届くかなって感じで、次は黒にしたいと思います。それぐらい大好きでずっと使ってます。はい、そして次に紹介するのがこちらです。じゃじゃん。これはね、初登場なんですけど、紹介もまだしてないぐらい、いつも通ってる美容室シマなんですけど、原宿店のシマさんの伊藤圭一さんっていう方に、私はいつも髪の毛を切っていただいたりしてるんですけど、そこで買ったものです。ヘアシークモイスチャー、洗い流さないトリートメントなんですけど、美容室行って終わった後にこれでいつもセットしていただくんですけど、トリートメントなのでワックスとかベタベタ感がなくて、でもちゃんとウェットなヘアになるので、透明のジェルみたいなやつで伸ばして、これを髪につけるんですけど、美容室帰りの髪みたいな感じになるので、すごい、しかもいい匂いするんですよ。最近はセットするときいつもこれ使ってます。あとこれのいいところが、ストレートヘアとかにも使えるので、これをつけてあげると、ただのストレートヘアというよりはおしゃれな感じのストレートヘアになるので、普段と違う自分になれるかなって感じなので、これはおすすめです。はい、こんな感じで私が2017年に買ってよかったもののご紹介でした。イエーイ、もう2017年も終わってしまいますね。じゃあ次は2018年ですね。2018年で買ってよかったものをまた来年の年末あたりに発表できたらいいなと思っております。それではチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ。ぬくてぃー。